listening to Shibuya Cross FM. ブラッドオレンジレコーズプレゼンツシンガーソングライターソングボックス。はい。中途半端かあったね、ごめんね。はい、ということで、始まりましたシンガーソングライターソングボックス。この時間のお相手は僕たちフィスブロックです。よろしくお願いします。はい、ということで、今月は月末じゃなくて一個前の週ということで、僕らやらせていただいてますけど、まあ毎月ねやってるんですけど、まあ初めての方もいると思うんで、まあ軽くね説明はまあ後でするか、一回一回、まあ、とりあえずこの番組はですね、僕らだけじゃなくて皆さんとかコメントもね発表しつつみんなと一緒に盛り上げれたらいいなと思ってる番組でございます。なのでですね、毎回トークテーマっていうやつをね募集してコメントをいただいております。本日のトークテーマはこちら、卒業の思い出ということでね、はい、まあ、時期的にも卒業式ね、まあ、学生の方とか、まあ、大人になってもね何か新しい、例えばこれに今年卒業しましたみたいなね、そう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 、そういうのがあったら、ぜひぜひ、僕らにコメントを送ってほしいなと思うんですが、はい、いろんなもので募集をしてます。まずはメール、メールはinfo@shibuyacrossfm.jp info@shibuyacrossfm.jp、はい、そしてファックス、ファックスが東京03-6416-9528 03-6416-9528 ですね。そして、プラスツイッターでもコメントを、皆さんから募集しております。こちらはですね、ツイッターでハッシュタグフィス青春、ハッシュタグ、アルファベットで FIS 漢字で青春、こちらをつけて、ツイートしていただければ、番組の途中でね僕らが、探して、読ませていただきますので、ぜひぜひハッシュタグフィス青春をつけてツイートしてください。よろしくお願いします。はい、ということで皆さんのメッセージをお待ちしております。じゃあここでちょっと一発僕らの曲を聴いてもらいたいなと思うんですけども、じゃあちょっと曲紹介をお願いします。卒業の思い出、はい、テーマということでね、まあ、卒業式とかを迎えると改めてね日頃の感謝を身にもって感じる日になるんじゃないかなということで、フィスブロックから感謝をテーマに作ったこの曲をお届けしようと思います。それではまず聞いてください、フィスブロックでありがとう。ありがとう、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 ありがとう。元いじめられ子中にで行けなくなった学校、ただただだらだら過ごす日々を変えたのはお袋が探してくれた東京の高校のパンフレット、一人で上京、高い授業料、いっぱい苦労させてごめん、心配もかけたでしょ、でもそのおかげで出会えた仲間、ダンスも初めて全て変わった、二人がいなきゃ今の俺はない、面と向かって言うのは照れくさいけど、真面目な親父、優しいおふくろの子供に生まれてこれてほんとよかった、短い会話だけど電話するよまた、たわいない毎日でも当たり前じゃない、日々この世界が終わる前に溢れる想い聞いてほしい、言葉にできずに後悔だけはしたくない、この声が届く限り本当の気持ち欲しい、ない感謝や愛を共に捧げよう、出会って何年経ってんだっけ、進んでるけど止まってる時計、悪さやバカしたあの日を思い出せば笑っちまう、涙が出るほど
純粋で生意気なクソガキ、気づけば大人になってた俺たち、語り合った支え合った、いつか見たあの日の朝日は変わらない、ずっとあのまま忘れない、ずっとこのまま、本当ありがとう、マジ頑張れよ、俺も頑張るよ、夢叶えるよ、いつか見たい景色を見たら集まって乾杯するしかねえな。でも当たり前じゃない日々、この世界が終わる前に溢れる想い聞いてほしい、言葉にできずに後悔だけはしたくない、この声が届く限り本当の気持ち聞いてほしい、ありがとう。ステージの上から見える景色、いつもの安心感、笑顔でいてくれるだけ、それだけで心強くなるのさ。明日は君に会えるかな、思い秘めて眠るよライブ前夜、天高く上げる拳だって、みんなの影さ、本当ありがとう、ありがとう、いつも楽しみにして見に来てくれている君に、ありがとう、いつも影で支えてくれているあなたに、ありがとう、こんな僕らに生きる意味をくれた音楽に、ありがとう、ありがとう、ありがとう、毎日でも当たり前じゃない日々、この世界が終わる前に溢れる想い聞いてほしい、言葉にできずに後悔だけはしたくない、この声が届く限り本当の気持ち聞いてほしい、ということで聞いていただきましたのはフィスブロックでありがとうでした。ありがとう、ありがとうでした、ありがとうでした。こんばんは、クリス・ペクトラーですいそうだけどね、はい、やっぱいいね、この曲は1番が、うんうん、特に1番ね2番もいいよね、やっぱね、2番もいい、1番と2番がね、うん、いい、ね、ちょっとはい、ということでね、はい、まあ、初めて聞いた人はね、まず僕らが何者なのかが分かんないと思うんで、はい、まあ、軽く説明した方がいいよね、その方が親切だよね、どうかな、じゃあ謎のまんま行く、謎のまんま、逆にね、あ、逆に何なんだろうと思いながら聞いてるのも楽しいかもしれない、あ、そうね、ディグってもらって、その、ね、今はもう何でも知れる世の中になってるから、そうだね、一応フィスブロックってことだけ言っといて、そう言っとこう、あ、オッケーオッケー、逆にそんな興味ない人も、うん、あ、それぐらいの方が助かるっていう人もいるかもしれないし、そんな流れ気になるっていう人はもう調べるからね、なるほどな、ね、そうか、うん、そうか、ありがとうございます、そうそうそう、ちなみに僕らの曲ですね、今流れ、そうです、はい、僕らの曲です、はい、ちなみに言うと、ね、僕らの音楽ですね、はい、僕らの音楽、まあ、F が大文字でね、B は小文字っていうことでね、そこだけは言っておきましょう、そうですね、そこだけはしっかりと、そんな感じで、うん、はい、はい、ということで、はい、本日、はい、卒業の思い出ということでね、はい、本日のテーマ、なんか早速、ちなみに卒業式って大体いつぐらいなの、3月9日とか、終わってるとこもあるんじゃない、終わってるとこもあるんじゃないですか、多分分かんないけど、なるほど、あんまり、あ、でも俺は311、高校が311だから、ああ、うん、そっか、あの震災の時だったから、あった日なんだね、その辺なんじゃない、じゃあもうみんな春休みとか入ってんじゃない、そうだね、終わって春休みとかかも、ね、タイムリーじゃないですか、うん、まさしく、うん、はい、ということでツイッターにいくつかコメントが来てますので、お、はいはいはい、すごいね、はい、開始9分でもう、じゃあ読んでってもらいましょうか、はい、じゃあ源ちゃん、あ、じゃあ行きます、うん、あいかちゃん、はい、出身校バレるので詳しくは言えないんですが、はい、卒業式の日に我が校出身の某有名アーティストから私たち卒業生宛てに直筆メッセージがあったこと、二校上の先輩の卒業式には歌を作ってくれてて、突然体育館に鳴り響いた素敵な歌が今でも忘れられません、すごいね、すごい、超嬉しいですよね、それ誰だろう、誰だろう、分かんないよかなり幅広くない、某有名だから結構有名なんじゃない、誰もが知ってる、誰もが知ってる、卒業生だから自分たちのね OB の先輩が
某有名アーティストで歌いに来てくれたってことでしょ、ね、あの僕らも入学式とかは呼んでもらって歌うことあるじゃないですか、うん、そうですね、みんな同じ高校出身なんですよ、うん、そうそうそう、ここで徐々に明かしていく、明かしていくって明かされていくからね、なるほどね、明かされていくよ徐々に、はいはいはい、聞いてればはなんとなく人となりも分かるしね。そうね、全体像ね、なんか面白いじゃん。俺ラジオのいいとこって、はい、その見えない良さがもあるんだよね。想像できる。なんか俺ラジオの MC の女の人めっちゃいい声、この人どんな顔してんだろう、顔なんだろうとか、楽しいかも、あとこの人めっちゃいい男のいい声してんなみたいな、どんな人なんだろう調べてみたら、ハゲ親父だったとかさ、ハゲ親父じゃん、いいですね、逆にそれがいいみたいな、そう、こんなハゲ親父がこんないい声出してるんだみたいな、まあまあ、ラジオ関係ないですからね、見た目、そうそう、はい、そうね、やっぱそのいいそこがラジオの良さだと思うんだよね、はい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 、そう、謎でいきましょう、徐々に分かっていくっていう、うん、YouTube で見てる人は分かっちゃうけどみたいな、そう、はい、そこがいいとこじゃん、これ、アーカイブが残る、うん、でもそういうね、有名アーティストのサプライズとか超嬉しいと思うし、すごいよね、やっぱさ、ね、うん、あの曲を作るって簡単な作業じゃないじゃん、だってそうですよ、うん、それをやっぱやってくれるっていうのはさ、うん、やっぱ思い出になるよね、なるよね、なるなるなる、だしよっぽどやっぱその学校に対してもいい思い出があったんだろうね、うん、きっとね、確かにね、アーティストさんとね、そうそうそう、うん、だから俺も中学の卒業生で、あのみんな知らないかもしれないけど、王貞治選手っていう、知ってるわ、人が、誰もが知ってるわ、最近の若い子、最近の若い子王貞治選手がね、いきなり来て素振りとかしてくれたそうね、テンション、いや本当じゃないよ、やってくれたら、やってくれたらもうすっごいテンション上がるじゃん、確かにね、俺あの小袋のちっちゃい方の人、あーはいはいはい、袋の方、あ袋の方、袋、それで分かった、袋じゃないの、子じゃないんだ、しかもそれ部はどこ行ったんじゃ俺中村俊介、あ、サッカーの、サッカーの仲間です、いいじゃないですか、俺はいないな、いないですか、いないいない、学校の羽賀さんぐらい、羽賀さん、羽賀さんね、いやでも羽賀さんが歌ってくれたらめっちゃ感動するわ、いない、中学とかはいないかな、あ、そうなんですね、中学はいないと思う、いるのかな、サプライズです、知らないだけでいるんじゃない、意外と、うん、はい、他にやりますか、他にどんどん行きましょうよ、はい、じゃあ僕読みましょうかね、一番初めに出てきたやつにしようかな、はい、タイムリーなやつ、じゃじゃん、カールさんからのお便りです、はい、こんばんは、こんばんは、高校の卒業式フィスのフリーライブの日とかぶってしまい、はい、相方とずっとそわそわしていたのを思い出します、うん、おー、ホームルームが終わったと同時に友達とまた今度といつものようにお別れをし、はい、親も巻き込んで急いでライブに向かいましたが、すでに遅く、それもまた思い出話になりました。私たちにとってはその出来事も青春の宝です。いや嬉しいです、ね。間に合わなかったこれなんとなく覚えてるわ。あ、本当ですか。福岡、福岡だね、これ多分。なんとなく覚えてる。結構前の話だけどね、これ、ね。そうだよね。7年ぐらい前。わかんない。そんな前ではないと思うけど。そんな前じゃない。なんかでも、うん、すごくさ、あのまたねって普通に別れたみたいなところが逆にいいね、うん、なんかこのまた明日も会うようなノリでね、そう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 、うんうん、言ってもこの学校を卒業するだけであってさ、うん、この友情に卒業はないじゃない、今の顔はねずっちですめっちゃいい顔、本当は今の顔を見てほしいなって思う、本当は今の顔、でもそれがまたラジオの良さだからね顔が見えない、顔が見えないね、うん、そうだ、なんかそのさらっとっていうのも逆にいいのかね、なんかさ、あの卒業アルバムの一番後ろにさ白紙のページがあってさ、あったっすね、なんかいろいろ書くみたいなやつあった、うん、ああいうの書いてもらってた、書いてもらってました、ね、あんまり書いてもらって、なんかあの言い出せなくてダサいかなって、これ書いてっていうのがダサいかな、なんか俺はなんか書いてって言われて、いいよいいよ書くよ書くよとか言って、俺のも書いてよとか言うタイミングがなくて、結局なんか 4棟みたいなぐらいしかなくて白紙のページがあって、逆にちょっと寂しかった、でも俺もそんな感じだから、あれはもうね、今から今高校2年生とか中学2年生の人は、うん、あれをなるべく埋めてほしいなって思う、 あれはね思い出になるから、ね、普段喋んない友達とかにも喋りかけて、うん、書いてもらったとかすると、ね、なんか意外とあれ大人になって見返すと面白いんじゃないかな、なんか結構あの時間がそのちゃんと寄せ書きの時間みたいなの取られてて、うちの学校、いいで、みんな結構俺バーって埋まったんですけど、最後の最後にめちゃくちゃその時仲良かった友達に米印書かれて、この物語はフィクションですってだから全部エキストラの人が書いたみたいな雰囲気になってるっていうのは思い出になってるですね、いやそういうね、なんかあのギャグもあるけど、うんうん、なんかその時の思い出を形に残せるっていうのがすごくない、そう、ね、この人の思いっていうものだから、ね、またなんか写真と違ってね、文字だからいいみたいなものもあるしね、汚ねとかさ、うん、あるね、あるじゃん、うん、その時流行ってギャグとかね、そうそうそう、この女の子やっぱ字綺麗だなとかさ、キャラクター書いて、ね、でなんか国語の先生にお願いしたらめっちゃ達筆だったみたいな、はい、4文字熟語来たみたいな、意味わかんねえみたいな、お前しっかりなんとかになれよとか、俺こんなことになりたかったんだみたいな
いなこの時みたいな。でもなんかさ、俺後輩がさ、高校のそれこそ卒業の時になんかみんなからのメッセージみたいなのをまとめて作ってくれてもらって、うん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 、で先生とかからのもあってさ、あ嬉しいねそれ。うちの社長からもあって、はいはいはい、でっかくはって書いてあったはって書いてあったどういうのめっちゃいけんねんそれ。まあ頑張れみたいな感じがまあ頑張れはって書いてあってそれ面白いですね。それ面白かった。でもなんかそれとか今も撮ってるもん。俺ね、うん、中学の時の卒業アルバムに書いてあったのに、うんうんうん、超覚えてんのが、うん、なんかソウル君が M ステに出るのを楽しみにしてますみたいな。あ当時音楽やってないのに、うん、なぜかそんなコメントが書いてあって、多分ダンスやってたからと思うんだけど。あなるほどっすね。そうなんか そいつすごいなって今思うと。確かに IKB でとかじゃん。いやなんかで、うん、あったのかもね、そういうの。なんかダンスボーカルグループ一応やってたけど、うん、音楽やってないのになんかその M ステっていう、なんかそういう天気でした。未だに残ってるからそう、その夢がね、その夢が。あなんか逆にすごい、それを叶えたいなとか思ったよね、なんかね、改めてね。これもなんか勝さん、はいはいはい、あのブレイカーの勝、うんうん、さんからのメッセージが超なんか熱かったよ。なんか本物の男、本物の B ボーイにこれから頑張ってなってくれみたいなの書いてあって、かっこいいね。なんかたまにそれ見返して、ああやっぱ勝さんすげえかっこいいなみたいな。ロックステディクルですからね、うん、ロックステディクルジャパン、レジェンドですね。レジェンドですよ。一人が学校の講師ってすごいよね、はい、すごい。東学園高等専修学校、ぜひ皆さん中学生はね、徐々に出してきましたね。ほんとね、進路迷ってる方はね、はい、もう決まってるかもしんないけど、うんうん、もしかしたら源太郎にも会えるかもしれないしね。あそうですよ、東方学園高等専修学校でもしかしたら会えるかもしれないです、はいはいはい、ということで卒業の思い出いくつか来てますけども、はい、はい、この辺でまた曲聴いてもらいます。あそうですね、この辺で進路に迷ってる方だったりとか、はい、どうするか迷ってるみたいな、そんな人にぴったりな曲だと思います、はい、まあね、他人からとやかく言われることも多いですけども、うん、たまにはその、声も耳を傾けず、はい、自分の信じる道を突っ走っていこうぜ、そんな曲です。それでは聴いてください、はい、フィスブロックでドリームカー。
はい、ということで聴いていただきましたのはフィスブロックでドリームカーでした。はい、この音源逆に貴重だね、うん、CD 音源じゃない音源じゃないよね。ということで源太郎とヨペとケイスケのラップが入ってないデモバージョン、そう、うん、すごい、さすごいね、それ、うん、なんかデモバージョン普通 YouTube で確かにで、残してるっていうね、うんうん、すごいわ PV になってるからね。逆に言うと iTunes とか CD ではまた違うバージョンが聞ける、違うバージョンで、しかもこれ多分ね、はい、ギター入ってるから、うん、そうか、アレンジとかもね、アレンジも変わってんのよ、そうだよね、 CD バージョンはまた違うっていう、ミックスとかもし直してるし、ね、し直してるし、うん、そこを楽しんでほしいな、確かに、うん、逆に、ということで、はい、ドリームカー、まあね、あのいろんなこと言われても自分の信じた道突っ走ろうぜ、うん、そんな曲でございました、うん、はい、ありがとうございます、はい、まだまだ来てるんじゃないですか、はい、お便り、じゃあちょっと読ませていただきます、お便っちゃいましょう、お便っちゃいましょう、昇竜会公式さん、はい、いつもありがとうございます。卒業式の思い出、それは女子大の卒業式に列席したこと、ほうほう、当時恋人が大学生で卒業式に来てと言われて行ったのですが、不審者と思われて通報されるのではないかと内心ビクビクしてました。式の最後、ゼミ生の集合写真になぜか私も一緒に入るという珍しい経験も。へぇ、なるほど、女子大の卒業、これめっちゃハーレムな、ね、状況になったってことですよね。そうだね、でも確かにちょっとドキッとしちゃうかも、なんか、ね、いいの、ここにいていいのかなみたいな、誰だろうこの人みたいな、うん、確かに感じになるかもしれないですね。超写真撮られて、はい、すごいね、なんかさ、外国人観光客の方も多いですからね、そうですね、はい、なんか大学の卒業式ってみんななんだっけ、袴着るよね、女の子、ね、うん、そうなんだ、そう、うん、いるいる、大学行ってないからわかんねえわ、俺も行ってないけど、みんな行ってないけどさ、うん、なんか友達で大学の卒業式のあの写真とか、はいはいはい、はい、うん、上げてる子とか見るとみんな袴だったり、すごいね、さっきさ、うん、曲流れてる時にさ、うん、マイクオフになってる時にさ、はいはい、話に出たんだけどさ、はい、その第二ボタンを あのもらう、あげるのくだりあったよねって話になって、それってすごくない、すごい風習だよ、いつからできたんだろうね、本当にね、その風習ね、でもあれじゃないの、わからない、憶測だよ、完全なる憶測だけど、はい、例えばその戦時中とかでさ、なんかこう次いつ会えるかわからないからみたいな感じで、心臓に一番近いボタンを好きな人にあげて、これを取っててくれ的な感じかもしんない、ね、そうだね、素敵な話だよ ね、うん、ね、どの道、俺も思い出したんだけど、第二ボタンで、うん、中学の時に友達の男のね、うん、第二ボタンをバリって、あのなんかもう撮ってたの、そいつが、ああ、でも誰かに渡すとか言って、ああ、そいつはあんまりそう地味キャラの方だったから、ああ、でも面白いやつの、ああ、絶対誰かもらいに来るからそのためにもう撮ってやる、手に握りしめてて、いや誰ももらいに来ねえよとか言って、俺はバッてその第二ボタン奪って、ああ、でめっちゃ遠くの花壇にパッて投げるふりをしたの、ああ、バーンって投げるふりをしたら、ああとか言って、そいつが花壇の方バーッて走ってって、ああ、俺ら掘ってたんだけど、ああ、5分後あったーとか言って全然違うボタンみたいなのを持って走ってくるっていう違うやつね、そう、全然違う、それじゃないのに逆にすごいなって思って、同じようなことしたやつがいたんじゃない、そのやつが多分いたんだとそれやばいね、そう、いや、と思って、なんかあの、まあ大体あれはリア充がやることだよね、うん、なんかモテるやつが、うん、あの女の子からなんとか先輩第二ボタンくださいみたいな、あ、リア充がやることだ、あれはリア充がやることはよくないでもさ、よくないみんな中学ってブレザー、学ラン、学ラン、俺はブレザーだった、うん、ブレザーの場合3つしかないじゃん、ボタンが、そうだよ、3つか、まあ、真ん中のボタンってこと、そういうこと、あ、そういうことなんだ、そういうこと、なんかさ、学ランだとさ、その心臓に近い第二ボタンっていうのすごいわかるじゃん、うん、俺も学ランだったんだけどさ、うん、学ランが良かったなってめっちゃ思うね、学ランね、学ランね、俺も学ラン、全部出てくるさ、かっこいい学園ものの漫画って学ランじゃん、あ、まあね、まあでもクローズとかはそうね、まあ確かにそう、男っていう感じのかっこいい感じ、あとラブコメとかはブレザー多いですよね、でもさ、ブレザーってさ、ちょっとあのスーツと一緒の作りじゃない、あ、そうね、だから大人になっても着る機会があるじゃん、はいはいはい、でも学ランってさ、まあ、ないじゃん、そうだね、その時だけだもんね、いやなんかでもあれを作った人は本当にいいと思う、そういう第二ボタン上げる風習、で今から新しい風習を作ろう、ここでね、この学生聞いてる人は明日からこれをやっていくとすげえいいことがあるぞみたいな、それっぽいことをやろうよ、例えば交渉とかはさ、あるわけでしょ、
交渉、襟元とかね、襟元交渉、うん、あーなるほどね、うん、だからその心臓に近いみたいな、ちょっと意味があったみたいな、思いが一番募ってるところっていうところで心臓ってことでしょ、うん、また別のとこもあるよね、例えば手もそうだけどさ、うんうん、薬指の近くとか、ね、とか、そう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 、髪や髪の毛、髪の毛をちょっともらうっていう怖い黒魔術始まるみたいな感じでしょそれか、もう靴紐をミサンガみたいにするって、ああ、ね、それちょっといいんじゃない、でもさ、ローファーなくない？ローファー、いや、その体幹履きとかあるじゃん、あ普通に室内履き、なるほどね、とかの靴紐をミサンガみたいに、いいかもそれ、ちょっといいかもしんない、それちょっといいかもしんないの、うん、何々先輩の靴紐もらったそう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 、いいね、ランディ MC みたいな、なんかそうねそれいいじゃん、靴紐狩りみたいな、うん、始まってくるわけでしょ、エアマックス狩りだよ、そう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 、うわ、最悪だよ、今日つってブカブカだよ靴ひも抜かれてんだけど、あの襟を上げるっていう、襟切ってあげるのこと、ワイシャツの襟、ワイシャツ待っててとかでビーッつって襟もらったって襟を頭とかに巻いて、やばそれそれでもさ、なんかこう女の子も自分のと代用できるみたいなのだったらいいんじゃないの、例えば配信みたいな、いや例えばさ、わかんない、女の子の制服と男の子の制服で同じ部分、ネクタイとか、例えばネクタイをもらう、そしたらそのネクタイをさ、後輩だったらさ、つけて投稿できるじゃない、なるほど、うん、確かに、まあ、女の子だったらそのネクタイが第二ボタンだけね、スーパーフライさんみたいにこうやって頭に巻いてそうそうそうとか、カチューシャっぽいだろそれで、寿司持ってカーディガンとかあったよね、多分ね、あ先輩のカーディガン、あったね、カーディガン狩り、カーディガン狩りがあったの、狩られはしないけど、ね、腕っていうのはどう腕の腕ね、腕だけ違うみたいな、ブレザー変わってるみたいな、あ、袖ってことね、袖ってことね、びっくりした、袖海賊かと思った、腕なんですみたいな、俺ファイヤーパンチの話か再生する、いや、思うとやっぱ第二ボタンが一番効率的だね、あとなんかロマンチックだね、すごく大きさもちょうどいいんじゃない、うん、でも持ってる子いんのかな、何を、何々先輩もらった女の子で、どうしてそれを持ってる子っていんのかな、付け替えてるでしょ絶対、うん、自分のブレザーに、ね、あとなんかさ、こうなんだっけ、なんか携帯とかのストラップにしてる子がいたよね、すごいな、紐つけて、へボタンをとか何かのストラップにしてる子はいた、いやいや、そうそうそう、お守りとかに入れんじゃない、持ってるやつとかなんかさ、2,3 個さ取られてたりしてたよね、女の子にで、学ランってさ入れ替えれんのよ、ボタンを、うん、裏と表で、簡単に、はい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 、パチだから、はい、なんか第二ボタンを一人にあげるじゃん、そしたら第三ボタンと第二ボタンを入れ替えてみたいな、そんなことするの、第二ボタンしてみたいな、うん、あ持ってるやつそれやってたよ、エレベーター方式、そう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 、繰り上げされていくる、そうそうそう、どんどん下から開いていくみたいな、うん、俺でも演劇部だったから中学の時、うん、で演劇部男俺だけだったから、うん、全部なくなったと思う、多分なんで女子だからみんな、あと女子だったら絶対モテるみたいな、女子はその演劇部の先輩の欲しいってなるじゃん、別に誰でも、いや、なんないと思うよ、なんない、じゃあ俺モテてたかもしんない今気づいたしょうもねえなはい、ということで、はい、次のいきますか、スーパー苦しいきついさん、はい、はい、卒業の思い出特にありません、無駄に卒業してきた、無難に卒業してきたのでこれといった思い出ない、自分のはただ、うん、息子たちの卒業式は涙出ましたね、出るよね、自分自身の卒業式では感動もしなかったのにです、これ確かに、これさ、そういうものなのかもね、そこまで育ててきたっていうのもあるしね、経験してない、立派に育っていったっていう、逆にさ、自分の卒業式ですっげー号泣したみたいなのある、中学だ覚えてる、ないな俺は、あと源太郎とリョペンたちの卒業式の時になぜか俺が泣いたっていう、いいね、なんかね感動しちゃった、頑張ってんなみたいな、そうそうそう、あ俺もソウル先輩たちの卒業式で泣いたわ、俺も多分、あ卒業式で卒業公演か、あれは俺泣いてないな、両方自分の時も泣いてないし、まずカズキの時の卒業公演は行けなかったから、うん、危ねえ、今そこで今人が引かれそうになった、嘘、スケボーやってる人だ、気をつけてください、え、来てたっすよ、卒業公演は、あ、公演は、四季がいなかったけど、そっか、なんかカズキその時すごい格好しなかったっけ、違う、それは違う、なんか髪の毛、髪の毛はモヒカンのさ、斜めからのモヒカンで編み込みみたいなやつは、その時じゃない、いや、もう多分その時やってたから、あ、じゃあ下の毛、下の毛、下の毛下の毛はすごいことになってた、確かに編み込んでたね、編み込んでたね、本当に、へぇ、覚えてますよ、いろいろね、自分の、うん、俺感動した記憶がないかもしれない、誰かの卒業式の方が逆に感動するとかあるからね、逆にね、うん、これもありますよ、浜吉さんからのお便りです、浜吉ちゃん、ありがとう、中学校の卒業式で、うん、絶対泣かなそうな野球部の顧問で坊主の担任が
めっちゃ号泣してたこと。あ、これは感動するよね。感動するね。するそれは。これはする。ギャップだよね。だから普段絶対泣かなそうな人なのに、うん、そうだね。そうギャップにやられるよね。この坊主っていうところ全然関係ないけどね。坊主だから泣かないんだ。確かに坊主だから泣かないみたいなイメージ。坊主は泣かねえぞみたいな。坊主は泣かねえ絶対っつって。そういうのはないですけど。坊主も泣きますから、うん、泣きますよ坊主だってね。そうそう、いやありますよね。泣かなそうな人が泣いてるとグッときますよね。グッとくるね。それは絶対ある。なんか普段やんちゃなやつがさ泣かねえだろうなと思ってちょっと横見たらめっちゃ泣いてたみたいな。ある。そういうの見てなんかなんだよってなって泣きたくなったからあるよね。ヤンキーというかやんちゃな人がちょっといいことしたら、うん、お、なんかジャイアン現象、ね、ジャイアン現象、はいはい、頑張ってるなみたいな感じで褒められてる、ね、ありますけど。卒業の思い出、卒業の思い出、はい、なんか大人になってから卒業したものとかあります？ていうか俺あれかな、車の免許の学校を卒業して初めて外で運転した時は大人になった気分だった。あーね、あーなんか今まで全然なんか親がやってたのを見てたみたいなのを自分がやってるみたいな、ね、まあでも確かにそれはその気持ちはわかる。なんか取ってないのに、取ってないけど、あの例えば二十歳になってさ、はいはいはい、タバコを買ってさ、うんうん、あの年齢確認いいですかって言われて堂々とバーンみたいな、二十歳だよみたいな時はなんか大人になったなみたいな。あ、なるほどね、うん、分かる。でも俺も絶対おしっこしたなって思う夢を見て起きた時におねしょしてない時、これは大人になったなってなるよね。めっちゃ分かる。全力で夢の中で出してるんですよおしっこ、うん、で起きた時絶対やったー、お、漏れてない大人になったみたいな、やったみたいな、なんか得した気分する。分かる、それは分かるわ。なんかなるほどなるほど、はい、頭の理性が勝っちゃったんだろうね。やったらダメだっていう。なんか卒業したものあるかな。卒業したもの、大人になって卒業したことないかもしんないな。卒業業だからね。うん、てかもうだから今までやってたものをやめた、始めたことのが多いもんね。じゃあ逆にこれから卒業したいものとかは、卒業したいこととか、例えばあのお酒を飲み分けて記憶を飛ばすことをもう卒業したいとかでも。なるほどね。あ、そういうのもありますよね。なるほどね。俺特にないな。終わったわ、うん、この話も。俺もないな特に。でも、うん、強いて言うならば、うん、あれかな、まあ今日は言わないけど。言わないあれかな、あれかな、気になる、超気になるそれ。強いて言うならあれかな。強いて言うならあれね、うんうん、あれかな、まあ、今日言わないけど。今日言わない、うん、今日言わない、ラジオだから言えないことだ、うん、言えない言えないこと。でもいろいろありますよね、人それぞれ卒業ということでね、うんうん、次に聞いていただくのは尾崎豊の、いや卒業いやでも確かにこの支配からは卒業したいよね。この支配から卒業したい、確かに。でも本当それで言うと、さっきそのエンターテインメントの話してたじゃん、はいはいはい、ピアしてましたね。いろいろね最近思うことがあるわけ。やっぱ固定概念って怖いなって、固定概念、うん、でもそれもある意味固定概念なんだけど、まあ、固定概念が怖いという固定概念、固定概念ってもう無限ループしちゃうやつね、はい、いやでも今こう世の中にはびこってる、はい、あのエンターテインメントって誰かが作ったものなわけでしょまあ確かにね、元々ね、うん、元々例えばじゃあ音楽というものが一つの娯楽だとして、うん、例えばね、うん、例えばの話ね、はい、じゃあそれを楽しむ方法を今から提示してくださいって言われて、うん、どうしようって考えて、ダンスとかよくねって思ってダンスを考えたやつがいるわけでしょ。そう、踊る、それ勝手に体がこう動って、それをダンスにして、それを形に、まあ確かにね、音楽を楽しむツールの一つと一環、うん、で次に演奏したら楽しいんじゃないみたいなところで、うん、演奏して音楽を作ることで、さらに演奏を見せることで、うん、エンターテインメントも生まれたわけじゃん。確かに、演奏するっていうこと、あと歌うこととかっていうこともあるわけじゃん、うん、それ以外にじゃあ音楽を使って人を楽しませましょうっていうことを、うん、今からじゃあ新しく作ってくださいっていうことを過去の人たちはできたわけじゃん、うん、そうだね。そう思うと今あるものの中に自分たちのエンターテインメント今当てはめてるなって思って、うん、その今あるエンターテインメントのナンバーワンを目指すっていうことを今まで頑張ってきてたけど、それじゃなくてもいいんじゃないのって最近、うん、道を作ることだよね。そう、思い始めているっていう自分がいるわけよ、はいはい、それはだから固定概念からの卒業でもあったのかもしれないし、うん、でも逆に言うと今あるエンターテインメントを突き詰めることも新しいエンターテインメントを生む一つの手がかりかもしれない。そうですね、そこを知ってから、知ってこそできる、そうそう、ことかもしれないしね。それはなかなか難しい話になってきましたけど、難しいね、うん、でも突き詰める
ってその道でナンバーワンになるのめちゃめちゃ難しいけどさ、難しいなったところで最初に作ったやつには勝てないじゃないっていうところがあるよね。結局さ、じゃんけん作ったやつすげえじゃん。すごいね。あの遊べって、うん、何かを決める時の口実にもなるみたいな、うん、そうじゃんけんに変わる手っ取り早く何か遊べて時間潰せて、うん、あの心理戦ができるゲーム今から作ってくださいって言われたら結構難しくない？しかもじゃんけんの形を全く違うものにして、その三択でとかそういうものを全部なくした上でね。そう、それってめっちゃ難しいよね。でもこう手っ取り早く比喩してるわけじゃん。そう、石とハサミと紙みたいな、すごいっすよね。しかもこれがアメリカも共通っていうのがすごいやばくない？そうだね。他の国は分かんないけどアメリカはこの遊びを考えたやつってほんとすげえエンターテイナーだよね。どうやってスーパー流行ってるからね。しかもスーパー流行ってるっていうのがじゃんけんの話ね。じゃんけんの話大事だよ。それをもっと分かりやすく、だから0から1を生んだ人がいるわけじゃん、はい、その1から10をやった人は志村けんだよね。そうですね。最初はグーを作った人、はい、すごくない？すごい。あっち向いてほいもその部類だよね。その部類だよ、うん、1を10にして10を100にして、うん、そういうエンターテイメントもあるわけよ。なんで最初はグーなのか分かんない。じゃんけんぽいと言ったらなんかをしなきゃいけないみたいな、ね、新しいじゃんけんを作るっていうのもありだよね。なるほどね。そうだね、うん、じゃんけんのルールにのっとってるけどね結局これは、うん、じゃんけんありきにはなるけどもってことだよね。っていうことを今やってんなって思ったわけ今、エンターテインメントでも、ね、例えば J-POP っていうじゃんけんの中で新しい遊びを探そうとしているっていう、うん、そうですよね。でもじゃんけんに変わる何かを埋めたら、うん、音楽でも、うん、ダンスでも、うんうん、ラップでも、うん、それって結構そろそろ出てきてもいいんじゃないって思ってはいるよねっていう。そうなんだよね、うん、あとは出てきてそれが流行らないと意味がないんじゃない、ね、結局浸透しないとね。そう、うん、そこが難しいよね。できてはいるかもしれないけどね、うん、なんかそれがこうマイノリティじゃなくて何あの少数派じゃなくてさ、マジョリティ、ね、マジョリティにならないとさ、そうやっぱ一般的には浸透しないわけでさ、タイミングもそうだしね。そう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 、音楽のそのダンスの、まあ、歴史もそうだけど、いきなり生まれるダンスもあるじゃん。で流行ったダンスとか、そうだね、それもこう音楽とともに進化っていうか一緒にね。そうダンスはやっぱ音楽あってのダンスだったから、うんうん、まず音楽もだってどうやってできたかだもんね。だからそれも原始人が、そうだよダンスもそうだよ。そうじゃない、でもそうじゃない、儀式的なものだったりとか、あとは奏でることもそうなんじゃない、祈りから始まったかもしれないしね、うんうん、雨乞いとか そこにインスパイアされた奴らが消化させてったんじゃない。それエンタメに変化したの、うんうん、見てられるな、ずっと見てられる。なんかの儀式であるものをエンターテインメントに変えて人を楽しませようって考えたわけでしょ。それからヒョウとかが来て、あの虎ね、ボンボンって怖がらせるために最初やったのが音を出したのが始まり、ということもあるかもしれないし、わかんないよね。わかんない。でもそれをエンタメに変えたやつがいるわけじゃん。そこだよね、そこがすごいんだよね。ましますよ。だから今僕たちがやってる何か身の回りのことをエンタメに変えちゃえば、確かに意外となるかもしれない、いい発想の転換として。だからエンタメじゃないものを、ね、例えば寒風摩擦、はい、なくなってきてるけど、はい、温まるために必要、はい、これをエンタメにしちゃうっていうことも可能なわけよ。確かに寒風摩擦で音楽を奏でて、寒風摩擦ダンスみたいなのが流行って、寒風摩擦にそれペンキとかつけてこうやってみんなでコパンって向いたら絵になってるみたいな、ね、そういうのでもいいわけよ。確かに、ね、確かに、うん、それがエンターテインメントなんじゃないって思った。それで楽しませれればってことだよね。そうそうそう、うん、元をたどせば寒風摩擦なんですこれはみたいなことじゃん、うんうんうん、結局そうですね。元たどせば雨乞いのために朝寝すとか、元たどせば亡くなった友を弔うための舞だったんですとかさ、いろいろあるわけじゃん。あるね。そういうことなんじゃない、エンターテインメントって俺はもう最近思い始めてきて、うん、そこが真実だろうが嘘だろうが何でもいいんじゃないってことよ。なるほど、ね、確かにね。そう、そこにリアルとフェイクはいらない、はいはいはい、人が楽しめれば難しいよね。なんかこうだからミッキーもそうじゃん、うんうん、だからこれネズミがさ立ってさ喋ってさやったら面白いんじゃね。で魔法使えたらいいんじゃない、魔法使えたら最高じゃんみたいなファンタジーを。でもそれエンタメになってるわけじゃん、うん、うん、確かに。だからディズニーっていうのは本当すごいですよね。あのウォールト・ディズニーっていう一人の人の頭の中の妄想のキャラクターでみんな今も楽しんでるってことじゃないですか。楽しんでるんだよ。だから俺が頭の中でなんかピッコちゃんとか言ってピッコちゃんの家っていうか城作るわ、ピッコちゃんランド作るから、うん、って言ってみんながワイワイして楽しんでるってことでしょ。そうだね、やばいよね。ピッコちゃんもういるものになってんだよね、みんなの共通認識。そうだよね、生きてるもんね。そうそうそう、それが日本だけにとどまらず世界で、そうで、そんでそれが工業を作り出してるわけよ工業収入を映画になって、うん、でそれにまた音楽が乗っかってきて、うん、ダンスが乗っかってきて、最高のエンターテインメント。ピッコちゃんやばくない？いやいやいや、 いや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 
コちゃんはやばいね。それはピッコちゃんじゃねえ。ピッコちゃんじゃないよ。それは結局ディズニーのあのフォーマットに乗っ取ってるからね。そうですね。またそれは乗っ取るんだとしたらまた別の切り口にしないと。そうだよ、なんかディズニーの映画だもんね、それは。そう。すごいっすよ。そういうことを考え始めてたわけですよ、最近。うん、って思うと、やっぱ自分はまだまだだなと、うん、本当に。逆にまだまだいけるなってところだね。そういうことですよ、うん、じゃんけんをもっと突き詰めることもできれば、幅はあるよね。じゃんけんに変わる何かを生むこともできる可能性を僕たちは秘めているんだと、うん、だからみんなももっと楽しもうぜっていう感じ。どこに何かは分かんないよってことですよね。そう発見も、全ては発見と、ね、失敗と情熱との繰り返しで起きてる、ね、うん、トライアンドエラーでね。そう、でもなんかね、こう何かを卒業したから見えてくるものもあるしね。そういうことなんですよ。卒業しないからしなかったから見えてくるものもあるし、ね、しないと分かんないな。入学しないと卒業もできませんから。そうそう、はいはいはい、でタバコをさ吸ったことない人がさ、はい、いやタバコなんか絶対やめた方がいいよ、うん、っていうのもさ、吸った上でやめた人の方がやっぱり説得力あるじゃない、まあそうね、食わず嫌いみたいなもんだよね。そう、ご飯もそうだけどさ、うん、いやっつっても牛肉とか絶対食わないから、うん、でも食って病気になっちゃってとかなった人が、例えば当たっちゃってとか、牡蠣とかもそうだよ、いやマジ気をつけた方がいいよっていう方が説得力があるのと一緒で、確かに何事もチャレンジしないと分かんないですからね、うん、分かりません、何も、はい、ということで、はい、今月、はい、僕たちがチャレンジすることがあるんですね。はい、はい、今月末3月31日ですね、はい、東日本大震災の復興プロジェクトでハンドトゥーハンドチャリティートーナメントというハンドボールの大会がございます。はい、こちらで僕たち3年目ですかね、3年連続で出させていただいてます。嬉しいですね、ありがとうございます。横浜国際プールスポーツフロアにて観覧無料です。ぜひお越しください。ね、ここはあのあれですよ、ザブングルっていうお笑い芸人の、はい、加藤さん、はい、カチカチやぞ悔しいレースでおなじみの加藤さんがですね、はい、これも本当エンターテインメントだよね。カチカチやぞと悔しいですって言ったら分かるんだよ。確かにすごいですね。確かに発明だよね。発明だね。だ本当お笑い芸人さんってすごいエンターテイナーだなと思うんですけど、そんな加藤さんが発起人で、はい、ハンドボールを、子供たちと一緒に楽しんでいこうという、はい、そういうなプロジェクトで、はい、全国からですね子供たちも集まってくるのかな、はい、ということで国際横浜国際プールってすごい広い会場で、はい、すごい広いよね、ハンドボールも見れますし、うん、僕たち、ライブパフォーマンスもしますんで、うん、はい、プロの方も、ね、そうプロの宮崎大輔選手とかも参加したいとかもするとかもいう話でね、はい、本当に生で見るとすごいですから。すごい、やっぱ迫力がすごいよね、うん、あんな速いんだ球って思う、ね、しかも中学生もすごいすごいよね、めっちゃすごい迫力する、めっちゃ飛ぶしね、飛ぶ、うん、あんな人飛ぶんだって思うし、はい、しかも観覧無料ですから。そうですね、ぜひぜひ最高ですね、ぜひぜひ。ここに来てたくさんのパワーを、はい、遠くに飛ばしていけたらいいなと思いますので、うん、はい、ぜひ皆さんチェックよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、他には何かありましたっけ。他にはですね、来月4月6日柏パルーザ、はい、4月18日大観山ループ、はい、タイマーライブありまして、ですね、5月16日に、うん、渋谷ルイド K2 にてフィスブロック、僕たちの主催のモノフォンフェスティバルという、うん、はい、イベントが開催されます。いえ、まあ、ここもね、あの本当にさまざまなアーティストさんも迎えつつ、はい、フィスブロックとしても面白いエンターテインメント。5月今18って言ってんね。5月16だよ。あれ5月 16？ うん。あ、16だっけ？ 16 だっけ？何？横やり入れんなよ。はい、横やり入れんなよ。ということで、ぜひぜひ皆さん、はい、チェックのほどよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、それと10月18日には僕たち初めてのワンマンライブも開催しますのでね。はいはい、SNS とぜひぜひチェックして遊びに来てください、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、本当そういう意味で言うと楽しんでもらえるコンテンツを提供したいよね、ライブで。やっぱり、うん、そうだね、俺たちもなんかもっともっと音楽を使って、うん、そうだね、やっぱ音楽とダンスを使ってもっといろんなものを使っていいと思うんだよね、エンターテイン、うん、演技もそうだけど、ね、映像もあるし、ね、そう、映像もあるし、そこ以外ももしかしたらあるかもしれないしね。 それ以外にもあるかもしれないな。源ちゃんがさ、うん、ダンスしながら日の輪くぐるとかさ、ありそうだよね。でも、うん、あ、ありそうだね、うん、もっとないやつの方がいいよ。もっとないやつの方がいい。ライオンと戦う。ライオンと戦う、俺じゃない人やってるよ。こんなガリガリがやっちゃダメ、それ。やってるか。エンターテインメントはもう身近に転がってるので。そうだね、それをどう楽しんでもらえるかだよね。楽しんでもらえるかっていうところが僕たちの職業の務めとかいう、はい、かなと思います、はい、ということで、詳しい情報はフィスブロックのホームページまたはツイッターなどを検索していただけたら出てきますので、はい、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。うちの源太郎くん毎日、はい、ショールームの配信をやってるということで。そうなんです、毎日ショールームというアプリで、配信させていただいております。今日も、このラジオの前にね、楽屋から配信させていただいたんですけども、この後、ちょっと遅いですが、
0時15分からダンス配信しますので、ぜひぜひ、夜更かししちゃうぞなんて方は、一緒に、遊びに来ていただけたらなと思います。はい、ショールームというアプリ無料なんで、ぜひぜひ源太郎の踊ルームと検索していただければ、はいはい、見れますので、ました、ぜひぜひよろしくお願いします。楽しみにします。はい、ということで、まあ、もろもろいろいろお知らせも募るところもありますけども、そうですね、お時間がそろそろやってきたということで、はいはい、シンガーソングライターソングボックスということで、早いもんでしたね。なんか早いよね、50分ぐらい話してるんだけどさ、うん、なんかあっという間じゃない、ね、この50分あっという間、曲もだってね、3曲4曲流せるし、ね、そうだね、すごいですね、時間というのは、はい、はい、エンターテイナーですね時間は、うん、時間というものは本当に人の心を揺さぶる、揺さぶりますね、長く感じることもあれば短く感じる、そうだよね、時間と距離ってそうだよね、はい、なんか眠い時にトイレ行くのめんどくさいって思うけどさ、うん、数メートルじゃん、数センチ、うん、まあ、数センチじゃないか、うん、でもなんかさ、あのハワイに旅行行くってやったらさ、あっという間に感じちゃうじゃん、それ、うん、ワクワクしてて、うんうんうん、だから時間と距離っていうのはマジすげえんだよって話、思いでね、変わるということで、うん、ということで、はい、今日の50分も思いがあったからか、はい、あっという間でしたね、うん、はい、それでは最後にですね、聴いていただく曲は、そんな、3月31日に行われるハンドトゥハンドチャリティーイベントのテーマソングになっている曲です。はい、ぜひぜひこの曲を聴いて、皆さん3月31日もライブで会いましょう。はい、それでは最後は、フィスブロックのハンドトゥハンドでお別れしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。この服はこの靴はちゃんと足跡をつけてきた証拠、がむしゃらに